体内のビタミン C の挙動を追跡する蛍光バイオイメージング技術を開発、がん治療法、高濃度ビタミン C 療法への有用な知見について、石井先生にお話を伺います。よろしくお願いいたよしろしまくお願す。いします。最近、高濃度のビタミン C はがんを抑えるのではないかということが言われております。皆さんご存知のように、レモンやグレープフルーツにたくさん含まれているビタミン C は、実は我々の体の中では作ることができないですけれども必須の栄養素であります。近年、このビタミン C を高い濃度で静脈から投与すると、このビタミン C が、がんの治療に有効なのではないかということが研究報告されて、様々な研究が展開されております。今回我々はビタミン C と出会うと赤く光る分子を開発しました。これを用いますと、体の中のビタミン C がどこに行ったのかということを追跡することができます。我々が開発した分子は具体的にはこういう分子でありまして、赤い光を吸収して赤い蛍光を出すというフタロシアニン色素というものと、その蛍光を出させなくする作用を持つ安定有機ラジカルから構成されております。すなわち、この分子のままですと蛍光を出すことができません。これにビタミン C を加えると、この安定有機ラジカル分子の部位が反応して、蛍光を出させなくする機能がなくなります。これによって赤く光り始めるわけです。ビタミン C の体の中での行方をリアルタイムで追跡できるようになりました。これは実際に得られた画像、マウスの画像になっておりますが、このマウスの中に我々が開発した分子を投与し、蛍光を観測しますと、このように観測されます。ここで青色は蛍光が弱い時、緑色、黄色、赤となるに従って蛍光が強くなっていくということになります。すなわち、マウスの体の中においてもあまり蛍光を出さない分子となっておりますが、これにビタミン C を投与すると、このように赤い部分、黄色い部分、緑色の部分が出てきて、強く光るようになります。これによってどの部分にビタミン C が到達しているのかということが分かるようになるわけです。このような知見は、我々の人体へのビタミン C の影響を考える上でも有用な知見であると考えられますし、がん治療の効果を調べたり、さらに高めたりする上で重要な知見であると、そのように考えております。今回我々はこのような分子を用いて、このように有用な知見であるマウス中のビタミン C の分布を知ることができたわけですが、実はこの分子は我々が合成したのは約20年前です。それから10年ほど基礎物性を調べ、その後いろいろな応用研究をして、このように有用な知見と発展させることができました。最近、化学ではさまざまな分子を作ることができるようになってきております。我々の研究室では、そのような分子を、皆さんの役に立つ科学技術に発展させられるように、これからも研究開発していきたいと考えております。